ゆみちゃんのゆうきみラジオ。ここからは番外編です。皆さんがたくさん送ってくださったメッセージをね、はい、惜しくも読めなかったのでここで読んでいきたいなと思います。はい、はい、では早速いきたいと思います。はい、大分県にお住まいのラジオネーム大好きさんからいただきます。大好き、そう、大好きさん、大好き、大好き、好きが好きなのかな。さあ、ゆうきみちゃん的チームSの魅力トップ3は何ですか？これ何が1位です、何が2位ですっていうのは決めきれないので、うん、3つ魅力を紹介しましょう。そうですね、1位、まあ、リキタリになってしまうかもしれないんですけども、可愛い。おお、本当に、うん、世間が知らないというかまだ世に見つかってない可愛い子がいっぱいいますよね。そうですね、本当になんか思うことありますもん、ゆうも。なんか例えば普通に劇場公演に出てる時に、うん、こうメンバーが裏にこういるじゃん、うんうんうん、で一緒に過ごしてて、え、可愛いね、思う。で何度会ってもなるから、やっぱり可愛いのはそうですね。ですよね。その2、うん、仲良し。仲良し、イエーイ。やっぱここぐらいですよ、このままあった。え、確かに、ね、なんかゆう、そもそもなんですけど、あの、ゆう、まずね、結構人見知りのタイプなんですよ、私自身で。もともと、きみちゃんがね、うん、チーム S に昇格してくる前っていうのは、うん、ゆうが、まあ、同期いないので、ね、一人ぼっちだったのね、うんうん、で、先輩喋ってくれるんだけど、うん、ゆうが人見知りすぎて、うんうんうん、こう、うまく、なんていうの、仲良く喋れてなかったの、実はね、うん、けど、うん、実はね、そう、実はね、うん、けど、きみちゃんとか、9期のみんなが昇格してくれて、うん、ゆうも、なんていうの、後輩だから喋りやすいっていうのもあったのか、うんうんうん、なんか仲良くなったじゃん、うん、まず。そしたら、やっぱり先輩とも話せるようになってきて、うんうんうん、今のチームメスは本当に大好きなんですよね。本当にいい子、いい子というか、ね、ね、いい人、みんな優しいし、いい、うん、そう、仲良くさせてもらってますね。ね、やっぱ一緒に過ごす時間がさ、多分前より増えたから。そうね、あの公演とかもあったり、新公演とかもあったりしたから、確かにそれ大きいかも。それで結構ね、みんなとたくさん話す機会があって仲良くなれて、今じゃもうね、なんていうんですかね、気の使いがいい意味でない。そう、確かに、うん、いい意味でないかもと思いますね。うんうんうん、尊敬してる部分とかめっちゃありますし、先輩ってのは本当に分かってる、まあ、いるんですけども、そう、大前提、そこは大前提あります。大前提なんですけども、その先輩後輩関係なく意見言えたり、うん、反省会とかでもね、確かに普通に普段プライベートでも遊んだりするぐらいみんなと仲良くなれて、なんか入ってよかったなって思いません？あ、思う、ね、絶対さ、出会うことなかったもんね。そう、だって他の県とか年齢も全然違うから、確かに、そう、出会えないじゃないですか。え、待って、超感動会やん、これ神会、神会、神会ですね。いや、もうつけといてくださいね、神回って。よし、ね、本当になんかチーム S じゃなきゃここまで仲良くなれてなかったと思います、うんうんうん、でもやっぱ他のチームに自分が昇格しててもきっと同じこと思ってたと思うんだけど、ね、やっぱ S に昇格できてよかったなって思うぐらいね、仲良しですよね。じゃあ3つ目、え、何にする？え、ね、何が、あと1個しか言えないよ。え、今何考えてました？何考えてたかな。私は、うん、なんかみんなで揃った時のパフォーマンス力が高い。おお、いいね。なって思いました。確かに。その、なんていうんですかね、みんなで揃えようとする気持ち、うんうんうん、というか、やっぱチームで活動してるので、周りのことも考えなきゃいけないし、そうね、とかを考えた上で、その、なんだろうな、周りのことをちゃんと考えて行動できるメンバーが多いと言いますか、なんていうんだろうな、その、すごいなんか揃ってません？ダンスも、うん、あとみんなちゃんと何気持ちがあるから、そこにやろうとする気持ちがあるから、結構パフォーマンス力は高いんじゃないかなと思います。確かに団結力みたいなものがね、うん、なんかやっぱり新公演とかをきっかけに増えたような気もします、うん、やっぱ新公演すごいんだな。あれかな、ゆう、言ったこと叶える力みたいな、うん、なんかそれは、普通のこういう公園の揃えるとかにおいてもそうなんですけど、うん、みんなでご飯行くって決めた時って、うん、やっぱり社交辞令っていうのがありますね。で、なんか、あ、行きましょうねみたいなあるじゃん、うんうん、けど、チームSで、え、絶対ご飯行こうみたいに言ったら、こう、リーダーと副リーダーが企画してくれたりして、
みんなでご飯ね、うん、行けたりとか、ね、でもね、結構それができてるのってリーダーと副リーダーの力がでかいなってめっちゃ思ってて、マジでわかる。リーダーが本当になんていうの、社交辞令っていうんですか、そういうのがなくて、うん、本当に、ね、例えばこの間もね、私たち洋服をいただいたりしたのも前日にその、そう、服ないみたいな、レッスン着がないんですよねみたいな話をしてたら、うん、あ、持ってくるよみたいな、で次の日にもう会ってみたいな。そうなの、マジで持ってくるよって言ってくださって、うん、え、ありがとうございますって 思ったんですよ、本当に。だけどちかさん本当なの、これ、ね、嘘がないというか、うん、もう次の日にゆうのロッカーに入れといたから決めとワケワケしてなみたいな、ありがとうございます、素敵な、本当に出会えてよかった、出会えてよかった、いいとこありすぎてね、今4つになっちゃったけどね。確かに、まあいいんですよ、そんなの、うん、そんなのはいいんですね。ありがとうね、メール、メールか、これメッセージか、お便りありがとうございます、はい、ありますか。でもさっき仲良くなったきっかけ話しましたっけ。結構それ系が多くて、仲良くなったきっかけって、でも正直何なんだろうね。じゃあこの方の読みますね、はい、宮城県、えっ、キューキューさんですね、はい、お二人が仲良くなったきっかけは何ですか。まあ、そのままなんですけど、シンプルに。なんだろうね。でもなんだろう、なんか、でももともと昇格する前から、うん、やっぱ紙フレって活動してたからお話とかしてたけど、でもここまでじゃなかったね。だよね、その最初にね、せーのでよでて楽曲があるんですけど、うん、なんかその MV 撮影の時は、うん、なんか仲悪くないし、うん、でも仲めっちゃ良くないみたいな、分かる、お互い気を使ってたし、そうそうそう、先輩後輩ってのもあったし、あんまり喋ったこともなかったから、なかったよね、本当一言二言ぐらいな気がします。うんうんうん、でうちらもその時同期、あのドラさんも全員いたから、うんうんうん、なんか同期でそう固まっちゃっ、そう4人とかで行ったじゃん、うん、で三丸さんはあの、なんていうの、キューキューは入ったばっかだったから、ね、あんまり喋れなかったんだけど、うん、で三丸さんは優しいから、うちらにもなんていうの、優し、なんていうんだろう、ね、あったかく接してくれるから喋れてたんですけど、ね、先輩ってこともあっていろいろ知ってることも多いから教えてくれたりしてて、だけどね、どこから仲良くなったんだろうね。なん S かな、やっぱり。なのかな、新公演の時仲良かったですよね。もう仲良かった。なに、だっておもろい写真いっぱい持ってるもん。そう、ゆいさんのなんか新公演本当にきつかったかなそのなんかもう全部垂れてるみたいな、なんかもう目も鼻も眉毛も口もみたいな、肩もみたいな、そう思うね。でも私重ねたセットで、うん、結構お揃いの頭やしたの覚えてる。確かに。てか今私たちほとんどの公演お揃いなんですよ、頭気づいてる人いないと思う。いるのかな、どうなんだ、それが普通すぎて、うん、多分もはや気づいてないのかもしれないけど、ね、いつも一緒じゃない。確かに、いつも一緒。昨日も似てたよね。似てた、ね、本当に良かったよ、出会えて。ね、良かった、本当。マジで本当にプライベートも一緒にいちゃうぐらい仲いいのよ。だからその12月、11月がほぼ毎日会ってる、うん、そうなの明日も会うじゃん、ちなみに。そう、明日も会う。明後日も会うよ。そうだよね。その後も会うからね。確かに。だからもうびっくりするぐらい会ってるんよね、うん、なので、まあ、いつ仲良くなったかって言われるとちょっとわからないけど、でも好きなものが洋服とかが好きで一緒だったから、それも大きそう。あのね、ゆうたちはね、気をつけないといけないこといっぱいあるんですね、ほんと。服好きなのはね、別に悪いことじゃないんですよ。いいこと。いいことだよね。いいことですよ。むしろ。ね、みなりに気をつけて。素敵です、私たち。素敵なんです。まあ、頻度ですよね。その、よくない。携帯でね、その服をね、見たりするんですけど、その、ポチッとしちゃう頻度。これをね、やっぱり気をつけていくべきだな。私たちちゃんと話し合ってポチってるじゃん。そう。ねえ、きみちゃん。これ欲しいんだまず相談するんですね、うん、でさ、きみちゃんが可愛い、いいと思う、だし理由もちゃんと述べる。そう、今は冬、冬ってコート大事、コートしかほぼ見えないよね、うん、でもコートでやっぱ服を変えるべき、買おうで、こっちなんですね。そう、でそれはお互いにね、言えることなんですけど、うん、うちらは2人で相談し合って買ってるので、だから適当に買ってないよ。そう、しかも後悔してないよ。後悔はしてない、1回もしてない。そう、まあでもね、やっぱり皆さんもね、気をつけていきましょうね買い物には気をつけていきましょう。一生喋れるね、これマジで。なので、うん、そう、一生喋れちゃう。だから、やっぱり第2弾、第3弾続けていくためには、皆さんからの声が必要となってきます。お願いします、皆さんに。
お願いします、マネージャーさん届けて、本当届けてください、はい、ということで、うん、こんな感じで私たち番外編、はい、そろそろ終わりの時間が近づいてしまいました。楽しかったですね。楽しかったです。お話楽しすぎてさ、メッセージたくさんもらってるのにさ、そうなんよ、あんまりね話せなくて本当にねごめんねって。またどこか絶対読みますので、本当に本当だから、これ信じてほしい。これ本当です、これ本当です。もうあれさっき言ってましたよね、言霊。あ、そう、言霊、私たち2回目やります、やりますはい、本当に絶対やるのでね、また聞いてくれると嬉しいです、嬉しいです、本当に。ということで、はい、以上ゆうきみアフタートークでした。はい、それではゆうきみラジオ、またどこかでお会いしましょう。バイバーイ、絶対会おうねー、2回もやるぞー。